奈良高等専修学校は奈良県奈良市にかつて存在した専修学校。学校法人奈良家庭学園が運営していた。旧名は奈良家庭学園高等専修学校。設立者は島田麻生であり、1939年に奈良育英高等女学校の教職を定年で辞した後、女性を教育の道に捧げようと念願して創立された。 二学期制で前期、後期に分かれている。連携校である科学技術学園高等学校にも技能連携生として入学することにより、奈良高等専修学校卒業と同時に高等学校卒業資格を得ることができる。過去に存在した学科科学技術学園高等学校屋田の鏡を型取った中に桜を配し、その中央に学園の印、学の文字を置いている。 これ以前については、学校法人奈良家庭学園の該当項目を参照。在学中の取得をサポートする資格。検定卒業後に取得できる資格。奈良高等専修学校サイト URL 変更のお知らせ。2014年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月9日閲覧。生徒激減。並行する不登校。 中大生統計レコー。2015年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月9日閲覧。2008年までは3年に一度行われていた。新型インフルエンザの影響で国内となった。奈良県文化、教育、暮らし創造部教育振興科士学係。私立学校名簿。2021年7月9日閲覧。 ありがとうございます。